ね、私もほらもういい大人なんで、そんなそんなホラーゲームが怖いとかね言ってる年でもないんですよ。まあこのね、外、うわ、なびっくりした、びっくりした、な、え、女の子、え、なにすげえ寄ってくる、すげえ寄ってくる、え、なに、どうしたの、あ、ごめん、なんか今、え、あ、びっくりした、お化けみたいな子かと思った、口がなんかで、テープかなんかで口を塞がれてる、え、なんだろうこれ、あ、ごめんね、当たったらダメなのか、なんだ、すっげえうつろな目だ、え、びっくりした、うわぁ、やばかった、さっきおトイレ行ってなかったら、多分漏らしてたわ。でもついてくるけど、殺されそうな感じはしないな。この子を連れてむしろどっかに行く感じなのか。さっきの人形走って、あ、また同じようなタイプの人形があるぞ。何が起きたかを簡単に説明し始めることはできない。私は妻を死によって失い、養子を悪によって失った。娘は制御できない暗闇に取りつかれた。娘がまだここにいるなら君たちが危ない。娘を永久に止める手段を一つだけ持つ。ちょっと待って。ちょっと待って。暗闇に破れた。ちょっと。怖いって。お前400円のゲームでやっていい怖さじゃないだろこれ。ちょっと。やばい。今回の動画はここまで。面白かったって人はぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。おもちゃ大好き VTuber 清代めかわりは他にもいろんな動画をアップしているので、そっちも見てもらえると嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。